高木豊です。高校の呼びです。高校技術です。何言っちゃったもう一回行こう。高木豊です。高校技術です。お願いします。高校の呼びです。今日はね、98年優勝の時の映像。うわー、新幹線の時ですね。一番いい時だよね、野球。そうですね。何勝した？13勝です。あー、すごい。給料も上がったね。そりゃ優勝がつくという給料あるもんな。思いますね、やっぱり。38年ぶりですからね。キャンプの時、開幕してから優勝の雰囲気はあったの？前年が2位だったんですよ。優勝したいとか、優勝できるんじゃないかっていう思いにはなってましたね。俺らの時さ、若手で入ってきたんですよ。その時の雰囲気と何が違う？立場っていうか、近くっていうか、そこが全員変わったのに、僕らの世代がすごく多かったから、年代が近かった。そうですね。なんか優勝してるとさ、みんな仲いいように見えるけど、仲悪かった。僕らね、めっちゃ仲悪かった。ガッシュなんじゃないですか。だってバッテリー回とかあるのに、ヤシからバッシュなんでかね。仲いいんじゃないですね。ゲームになるとやっぱりそんなこと言ってる場合じゃないじゃないですか。好きとか好きとか。しっかりやってましたね。今年っていうのはやっぱマウンド上がってもめっちゃ良くなっちゃう。違いますよ。そう、思い出のさっきの試合が自分の個人で初めてマジックで出た。これが投げて出した。原動力の礎になったの。礎になった。偉大な先輩がいたもん。人叩きで分かった。合図できるなと若い頃、北川さんに可愛がってもらって鍛えてもらって。なるほど。そこをそれが積み重なってのね。嘘っすね。いやいや、そういう伝統の力っていうのね。なるほど。確かに必ず誰か耐えてる。最高で2400万。3割3分3分。子供みたいにこんなことしないでください。3割3分3分。なんか言って11個違う。あ、まあ、ありますね。11年前、11年ごとが違う。サッカー最高年俸。北川さんいくつまで13年。あ、それで頂点をやったって。あー、じゃあ バイバイぶっちゃけ言いますけど、開幕戦投げたんですよ。インコースのストレートを投げて清原さんに詰まったんですよ。すべて嫌じゃないですか。いやものすごい健康的な肘してんな、お前。あんま変わらないね。昔からシワなかったけど、あんまりシワないね。若い頃、豊さんに3枚のスピーカーでしたから、だから今でもそうなんですけど、大きくなったら、やっぱり ジム行くって言ってたんですよ。サウナだけですよ。サウナ入る
大体一部がだからジムのフロントのあの受付の女の子たちに野田さん今日もサウナだけですか、お風呂会員になったんですか